アフリカ北西部の国、ブルキナファソ。ここは渡り鳥が飛来する重要生息環境地域。しかし、砂漠化が懸念される過酷な土地でもあります。This severe condition has been reinforced through human activities like overfarming and very poor irrigation practices, the setting of fire, woodwind seeking new grasses for the cutting down of the trees for charcoal and firewood business, and also the very poor strategy of land management. 移行は2011年からバードライフと現地 NGOナチュラマと協力し、砂漠化がこれ以上広がらないよう植林を続けてきました。さらに2015年からは、砂漠化の根本的な解決のため、地域住民の生活向上を目指すことにしました。住民の暮らしを安定させるために、移行はビジネスと連動した継続的な支援が必要だと考えたのです。地域住民の生活向上のための支援金は、ローエンドプリンターの売り上げの一部を充てることにしました。この商品を通して、お客様に世界の社会問題に目を向けていただく、かつ弊社の取り組みに対してご理解いただく、その結果としてお客様の商品の購買動機につながればというふうに考えております。支援金でまずエネルギー効率の高い調理用の釜を導入。これによって薪の削減につながり、森林伐採の抑制を促しました。さらに製粉機を購入、穀物を製粉し販売することで生活向上のためのファンドが生まれ、継続的な住民のサポートが出来上がったのです。また苗木の水やり用に井戸を改修。これによって安全な水が確保され、伝染病のリスクの軽減にも大きく貢献しました。And these areas are today the main source of food for livestock, and often with the presence of the insects, migrants are also getting their food in. Community managed forests have been created. Important biodiversity areas have been restored. 移行は製品の売り上げの一部で社会課題を解決することを、アフリカだけでなく世界で行っています。